呪術廻戦ファントムパレード。呪力、呪いとは感情から生まれる。そして感情には抱いたものの記憶が宿る。それがここを支配する最も重要な原則。これからあなたが体験する、いつかどこかの誰かの記憶。花や木が泣いている。マヒト、私は今世界は今、両面宿儺の受肉を発端とした動乱の中にあります。故にこの場所にも、宿儺の器にまつわる記憶が多く集まる。そして、あまたの記憶が混ざり合うことで、存在しないはずだった記憶が生まれる。急いでください、イタドリ君。任務に遅れたら先生に怒られますよ。福岡のやつは几帳面だな。こいつらしつこいわね。数が多すぎるわよ。まるで後ろ
が、わしも甘く見られたものだな。伏黒君、我々の役割はあくまで時間稼ぎですが。分かっていますよ。健康。僕が吹き飛ばして全て解決だったらよかったんだけどね。今回はそういうわけにもいかない。そこで君の出番ってわけ。手順書に選ばれたことは幸か不幸か。ここは幻影の呪霊の聖徳領域、あまたの記憶が集積される場所。まずは宿儺の器にまつわる記憶を収集するといいでしょう。そうすればいつかあなたがここへ来た理由も見えてくる。記憶は時に物語であり、あなたに牙を剥く敵でもある。記憶の収集は容易ではないでしょう。ですが恐れる必要はありません。あなたには戦うための力が与えられている。あなたが呼びかければ彼らは答えてくれる。呪力から記憶を読み取り再現することで、術師や呪霊の幻を刺激する術式、名をファントムパレード。後悔はしたくない。少しでも多くの善人が平等を享受できるように。かけられるわ。私邪魔、勝つぞ。おはよう。今の君はどっちなのかな。本当
確か五条悟、呪術高専で1年を担当してる。呪術伏黒。そうだ、先輩たちは拘束してるから無理に動かない方がいい。それにね、人の心配してる場合じゃないよ。虎杖悠仁、君の秘匿死刑が決定した。ないですよ。え？百葉箱空っぽです。マジで？ウケるね。夜のお散歩かな。ぶん殴りますよ。そんなところに特級呪物入れるとか、ほんと上もバカだよね。でもまあ、それ取り戻すまで帰ってきちゃダメだから。今度マジで殴ろう。油断するなよ。うし、やるか。相手してやる。へっ、どけ。次行くぞ。行くか。やるか。行くわよ。どけ。ほら。ふう、終わった終わった。もっと強くなってもらう。まだまだ強くなって。まだまだ強く。クナは全部食ってやる。あとは知らん。スクナ、ここでは編成が行い、スクナは全部食ってやる。
気張ってこうぜ。次行くぞ。行くか。行くぞ。頼む。玉剣。行ける。いつでも行けるぞ。オロチ行け。ぬえ。よし。バカ言うな。より強い呪力を得るためだ。なんだ、あるじゃん。じゃ、行きましょうか。お前を呪いとして払う。少し遊んで入れてくぞ。行くか。
張れ頑張れ。行くぞ。行くわよ。あ、どんだけ。どけ。ほれ、どうした。うし、やるか。相手してやる。やるぞ。面白い。避けんなよ。一気に畳みかけるぞ。今がチャンスだ。準備万端。こっからよ。いつでも行けるぞ。オロチ行け。行け。シグだ。分かってる。トモナリ。どうした、終わりか。ふう、終わった終わった。だからどうという話でもないが。7、8。くそ、まただ。お、大丈夫だ。驚いた。でもちょっとそれで済んでるのが奇跡。お、なくなっち、こいこんのろすくまもとあのあるよ。改めてみ、少ないかくぜいにと。気を抜くなよ。と、日本に多く。どうなのか出やがった。行くぞ。行くわよ。あっ、カモ。避けんなよ。行くか。行くぞ。相手してやる。人を助ける。数例呪法かんだし。よし。行くぞ。相手してやる。頼んだぞ、逆剣。くらえ。よし。へっ。
けるこのまま攻めるわよまだ報告がある早く帰るぞじゃあまあ、勝つぞ！気をつけていこうぜ。よし！やるか。相手してやる。あ、どんだけ！行くぞ、極拳！くらえ！行くか。あ、どんだけ！次、行くわよ。行くぞ。相手してやる。軽帝剣！出番だ。食っていいぞ。くらえ！終わった。相手に合わせた編成をお勧めします。スクナは全部食ってやる。